こちらは津市の渚橋です。連日降り続いた雨により、9月24日午前12時ごろ、津市市小坪海岸トンネル鎌倉側で大きな崖崩れが発生し、それに伴い約12時間にわたり国道134号線津市の渚橋から鎌倉滑川まで一時通行止めになりました。通常ならかなりの交通量がある土曜日のお昼前ですが、このように車は全く通っていません。一方で周辺道路はかなり渋滞していました。この辺りは土砂災害警戒区域となっており、もともと土砂災害の注意が必要な場所です。この日も雨が降り続き、二次災害も懸念されます。134号線沿いをしばらく歩いて行くと、のり面の補強工事が行われていました。かなりしっかりと補強されていました。もう少し先に進むと、補強工事の前と後の違いがこのようにはっきりとわかります。さらに先に進むと、今回崩落事故を起こしたトンネルの一つ前のトンネルがあります。鎌倉方面に向かっている途中で、134号線の通行止めが解除されていました。現在は一部片側通行で134号線は通れるようになっています。こちらが今回崖崩れを起こした小坪海岸トンネル付近です。あたりではかなりの雨が降る中、復旧工事が行われていました。今回の崖崩れで電柱が倒れ、付近は一時停電になったそうです。現地にいた工事関係者の方の話によると、土砂を片付けた後に電柱の新設工事を行うとのことでした。こちらは今回崩落した小坪海岸トンネルと並行してあるトンネルです。あたりはこのような崖になっています。134号線は通れるようになりましたが、小坪海岸トンネルは今も通行止めで復旧のめどは立っていません。幸い今回は人災はなかったですが、各地で土砂災害が続く中、私たちの個人の防災意識ももっと高めていく必要があると思います。各地域に土砂災害のハザードマップなどもあるので、ぜひ一度ご覧になってみてください。